ベルモパンは中米ベリーズの首都。ベリーズ川の東側にあり、最大都市のベリーズシティから8 2トル、離れている。人口は25,583人。政治の中心地として建設されたため、首都としては規模は比較的小さいが、それでも国内では2番目に人口が多い。ただしベリーズシティとは2倍近い差が開いており、総人口に占める割合は、 約6%で1割にも満たない。米州の首都の中では人口が最も少なく、また国土自体が小さい都市国家、ミニ国家、島国を除けば最も人口が少ない首都である。ベルモパンという名称は周囲を流れるベリーズ川とモパン川から来ている。かつてベリーズの首都はカリブ海に面した港町のベリーズシティであった。しかしベリーズシティは 標高が低く、ハリケーンでは津波、高潮といった被害を受けることが多々あった。1961年のハリケーンハティでは、市街の3、4が壊滅する大惨事となり、政府は自然災害の被害が少ない地域へ戦闘を決めた。建設地域はベリーズシティから南東へ 82km の距離にあり、標高 76m で高潮の影響を受けない。 ベリーズ川沿いの地点が選ばれた。ジョージ・カドル・プライス首相は本国のロンドンへ赴き、資金集めを行った。1967年より建設が始まり、1970年に第一段階が完成した。8月3日に戦闘が行われ、ベルモパンはベリーズの首都となった。ベルモパンは1970年以降政府の再建開発公社が統治していたが、 1999年の住民投票を経て2000年に法人化を実施し市へ移行した。欠片の気候区分では熱帯モンスーン気候に属する。2021年3月以降の市長は初の女性市長となるシャロンパラシをありがとうございます。